里崎チャンネル。じゃ、さあ今日は里崎チャンネル in 広島ということで、今日ですね、今から広島ホームテレビのフロントドアに生出演ということで広島に来てますけども、今はホテルですけども、さあ今日は大問題発生っていうね、ニュースが飛び込んできましたので、里崎ニュースで、はい、いうところで、今日はですね、西武ライオンズ大問題発生というところで、いくつかの大問題が同時に発生しました。それをちょっと一つずつ紐解いていきましょう。まず最初にですね、動画に入る前に、こちら、里崎の宣伝です。里崎なんと、徳馬書店から、新たに、出版本を、出しました。引退後からですね、引退してもね、現役時代は1億円プレイヤーが一流と証だったと、それを目指して頑張ってきて、1億円達成したと。で、引退しても1億円を稼ぐっていうね、目標を、で進めてきましたけども、なんと今年8年目ですけども、7年目でですね、なんと引退後、1億円をですね、達成することができまして、それをね、記念してですね、徳馬書店に、プレゼンに行ってですね、こういう本を出したいっていうね、でそれが企画で通って、なんと出版することになりました。こちらの、画像の本です。もう2月1日からね、出版されてますから、まあ、Amazon とかでもね、買えますし、近くのね、書店でも買えますし、楽天ボックスでもね、買えます。皆さん、ぜひね、里崎の新しいね、書籍、ぜひ買ってください。ね、YouTube のこともたくさん書かれてます。なぜ YouTube が当たったかね。再び里崎が1億円プレイヤーになるための道のりっていうね、ところなので、もしね、皆さんの、日頃のね、年末年始暇な時とかね、ぜひ買って、読んでみてください。というところで宣伝でした。それでは本編スタート。今年ね、大活躍、打撃41本塁打90打点、二冠王の山川選手が、なんと1億4000万から2億7000万と給料がアップ、ほぼ倍増。の中で、球団から複数年を提示下げるけども、それを拒否！その裏ではよ、源田、そして、殿崎と、ね、FA 前に複数年、ね、結んで、まあ、殿崎は FA の時だったけども、複数年を結んで、ね、これは球団としても安心っていうところで、山川が、なんと、複数年拒否で単年契約で勝負！来年 FA！どうなるのか、もう出ていく準備満タンなのかどうなのか、それは来年になってみないとわからないけども、オールスターの時にね、他球団の選手が、ソフトバンク行くらしいよ、FA 来年じゃないのみたいなね、話が外に出てましたけども、まあこれはどうなるのか、それにプラスアルファしてね、ピッチャーの平井投手も複数年拒否ということで、単年契約で勝負っていうね、まああと単年契約にするっていうところは、来年もさらに活躍すると、ね、一気に残留するにしても、一気に給料が上がるっていう側面があるんで、出る出ないっていうところもあるけども、給料を、年俸をより高めようってするね。やっぱ複数年にしちゃうと、それ以上、まあどんなに頑張っても上がらない。逆に頑張らなくても下がらないっていうね、側面もあるけども、頑張ったところで上がらないから、来年も活躍する、結果を出す、自信があると。そういった場合は、もう、FA 年になってから、活躍して、で、もっと倍増にして、ね、山川も今2億7000万だから、来年も頑張ったら4億ぐらいね、ひょっとしたらなるかもしれないっていうところで複数年結べば、さらにね、大きな年俸を手に入れるっていうところでの狙いかもわかんないけども、来年 FA で出ますっていう狙いかもわかんないけども、それはね、俺にはわからない。ね、1年後、わかります。っていうところがね、まず一つの問題点。そして、今日の本題はこちらです。平良海馬投手、先発転向、ね、希望通らず契約は保留というね、ところで年俸に関しては問題ないですというところでね、2019年から先発したいと言ってまして、と平良投手は、中継ぎで60イニング投げるよりも先発で、もっと倍のイニングを投げた方がチームの貢献度も高いと思いますとね、というところ でずっと19年からね、先発がやりたい先発がやりたいとね、ずっと言ってきましたと。でその中でね、リリーフっていうところを、やってきて、ね、ここまで、2020年から54試合登板、ね、34ホールドポイント、62試合、61試合と、今までね、過去4年間入団して101ホールドポイント、94ホールドね、7勝31セーブ、防御率が通算 1.66 と、素晴らしい成績をね、ここまで抑えてきてね、もう西武に平良あり、ね、日本に平良ありっていうね、成績を残せた中でね、先発転向をね、直訴っていうところで、その中でね、
渡辺 GM はね、話した中で、平の言いたいこと、気持ちはわかると。ね。で、理解を示す中、ただ個人の意向で配置を決められないのも事実と、勝つためにマネージメントが必要になると、松井監督運命球団優勝を目指すには、平をリリーフを起用したいと考えていると、開脚からない存在だけに難しいと、チームの編成上、後ろに強力なピッチャーがいるといないので大きく違うと、チームとしたら平を先発より後ろにいてほしいと、チームで戦っている以上、個人の考えではなく、現場の考えもあると、やっぱり彼はスペシャル選手なので、簡単に先発転向とはいかない話したっていうところで、これはどうするんだと。平投手はね、2019年オフから先発をしたいと言っていたと。球団側は来年中継ぎをしたら2024年は先発でということだったが、さすがに4年目はやれないぞと、個人的にはありえませんねと、一歩も引くつもりはないと。以前とは投球内容を変わりましたし、先発に対する自信もありますと、だから挑戦すらできないのは僕は納得できませんと伝えましたと。挑戦してチームを変える投球がしたいと、渡辺監督はできないと。これは難しい問題だね。でもまあ俺はね、内部の人間じゃないから好き勝手言えんだろうとかね、関係ないから言えるんだろうって、それはもちろんその通りよ。それは中にいるね、渡辺 GM も初めて松井ね監督ねとかもね含めて、そりゃ平がリリーフの方がチーム編成上はいいよね。水上、平、増田でね、ここの側面にね、スミスとね契約がねちょっと難航してるっていうところもあるんだよね。だからスミスも先発がやりたいと、でもチームではそれを確約できないと。それだったらちょっとアメリカでオファーを待ちたいっていうところで、スミスが球団に残って、西武に残って、仮にこっから契約してリリーフで入れれば、まだなんとか編成し直せるかなっていうこともあるんだけども、スミスがもしダメだったら、まあ、水上、増田っていうところになってくるか、まあ増田がここからね、どれぐらい、まあっていうところもあるけども、そりゃきついよね、日本一のストッパーっていうかね、リリーバーが。いなくなるっていうのはチームの編成上きついからそれはダメやっていう気持ちもわかるけど、でも平の気持ちを考えた時に2019年からずっと言ってんだよね。でその中で20、21、22と3年間リリーフとして完璧な投球結果っていうところを見せてやってきたわけだね。そうなってきた時に逆に来年やって2024年からっていうこの一言が俺はうんって思うんだよね。やっぱりその19年からやってきた、それをずっと先、ね、問題を先延ばしにしようってしてるだけであって、2019年から言ってきたんであれば、どっかで踏ん切りつけて、平にね、先発をやらせてやるために、チームの編成上、そこは構えとかなきゃいけなかったよね。それを構えてなかったことが、平のその意向とか気持ちを、もう最初から、組んでないところなんだよね。だからそこは考えると、まあ楽天のね、松井裕樹の時もそうだったけども、松井もね、リリーフでね、守護神で完璧なところをして、でもまあ本人が先発やりたい、ね、まあ球団も挑戦させたいっていうところもあったのかもわかんないけども、その中の話までちょっとわかんないけども、一回先発ね、やってみて、それでもやっぱりダメやってなって、今守護神やってるわけだね。だから、ね、来年いろいろね、チーム編成が変わって、千賀が抜けるとかね、ソフトバンクから、吉田がメジャー行くかもしれないっていうね、上にいるチームがね、なくてはならない存在がチームから抜けて、来年ね、パリーグには全球団に優勝を伺えるチャンスがね、出てくる中で、やっぱりライオンズもね、やっぱり優勝っていうところにね、行きたいと。で、監督も変わってね、行けるチャンスもあると。ピッチャー陣整ってきたと。チーム防御率最下位から1位になったと。で、山川はじめ、打線もね、上向きになってきたと。で、早稲田のね、広場も取ったと。っていうところでこう変えていきたい。いけるぞってなった時にそれは困るだろうけど、まあ、ここはやっぱり挑戦させてやらないといけないんじゃないかなとね。本人も言ってるように、挑戦しないでダメっていうのは嫌だと。だからまあもう、これも間を取って、とりあえずキャンプの間先発の練習したからっていきなりリリーフに戻れないわけないと思うの。ここまでやってきた実績と感覚を考えればね。だから、そのオープン戦とかね、最初4月までとかね、その先発としてのチャンスを与えて、そこで結果で平もね判断してくれみたいなね、感じで言って、じゃあ球団もじゃあゴールデンウィークまでとかね、交流戦までなのか分かんないけども、そこ一回区切りつけてね、チャンス与えてチャレンジさせて、あの結果が出たらじゃあそのまま先発でね、結果が出なかったらもうそこはあのリリーフに戻ってきてくれとね。でまたその後先発に戻れるようにチーム編成し直すからね、そこはチャレンジさすけども、その期間で落
お互い勝負しようやみたいなね感じでできればお互い納得いく、ね、平川も納得いくんちゃうかっていうところと、あとこういうのがまだねいざこざになってここになんなかったらね、またじゃあ平が FA になった時に出ていくみたいなね感じになってくるから、まあもちろんね個人の意向だけでチームの組織的な編成をね動かせないっていうのはもうそれは思ってもだし、それはまあ、うん、それがまあ一番ね、どっちもね間違ったこと言ってない、平もそうだし球団側もどっちも間違ったことは言ってない、でもその中でどう落としどころがつけるかっていうところでは、このゴールデンウィークまで先発でチャレンジさせてダメだったらリーフにっていうところが一番落としどころとしては俺はいいんじゃないのかなって思う。平の気持ちも考えるとね、しかもいきなりね今年になってから来年から先発やらせてくれっていきなり言ったらそりゃ問題ある、チームとしてもおいおいおいと、そんないきなりやめてくれと、準備してねえよってあるけども、19年からね言ってたってことは毎年多分言ってたと思うんだよね、先発それをリリーフやってくれリリーフやってくれっていうところでねなだめてきて、中で平としてももう限界と、まあ、若いうちにやっとかないとさ、年いってから先発って言ってもなかなか難しいしね、そのなそれを考えたらその中で今年いろいろなんかチェンジアップとかその他の球種っていうのをいろいろマスターしようとしてたのかなっていう、キャンプからのこの練習の感じがなんかつながってくるね、なんかそんなに多くの球種いるかなって思ってたけども、そうやって本人の中でいずれ先発に行きたいっていう思いがあっていろんな球種を増やしたりとか試したりして試行錯誤してたのかなっていうところが伺えるから、今年一年のねそのキャンプからの本で見てたらね、そうするとやっぱ本人の思いっていうのは相当強い思いがあるから、まあここは思い切ってね、あのそれはもう難しい判断よ、何が正しいか分かんないよ、でも俺はもうその我慢してきてずっとやってきた、来年もやもやしてやって万が一リリーフで結果残せなかった時にどうするんやっていうところもなるし、やっぱり気分よくやってもらわなきゃいけないし、そんな問題あるけど、だからスミスの残留に全力をかけてね、でゴールデンウィークまではぐらいの先発でその落としどころでやって本人も結果残してっていうところでね、はい、俺はいいんじゃないのかなと思いますけどもね、皆さんどう思いますか。まあ、これはね本当に難しい問題だし賛否両論いろいろあるだろうしね、あの OK ダメっていうね、これはもうどれも正解だけどもね、どれも間違ってないけども、本人の意向とかね球団の意向これはもう重いほどわかるけども、俺はこのゴールデンウィークぐらいまで先発勝負、結果いかんでその先考えるっていうのはどうですかね皆さん、っていう西武大問題でした。